はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、青龍というデッキ皆さんご存知でしょうか。これ結構ね、過去ね最強と言われていた環境があって、まあ、魔導青龍時代とか言われてる、ちょっと僕その時に遊戯をやってなかったんですけども、禁止カード行きに全部なりまして、青龍モンスター強すぎてね。で今現代遊戯王になって、まあ、やっとねちょこちょこ帰ってきてるんですよ。で最近ですね、この遠征力ブラスターっていうモンスターが制限書いていろいろありまして、あ、2枚使えるようになってるんですよね今ね。だから青龍4種類いるんですけど、青龍のうちなんと2種類がもう帰ってきているという状態になっておりまして、これ使わざるを得ないなというところで、青龍デッキを組んできました。今回は、はい、ブラスターと、テンペストですね、青龍っていうのは。でまあ現代遊戯王で、まあ、レベル7の特殊召喚しやすいモンスターなので、これ何をすればいいかっていうと、まあ、クシャトリアと混ぜればいいんですよね基本的には。というところで、まあ、今回はこの青龍を使ってレベル7軸の、展開をしていこうかなというところですね。で青龍を出してくるのに、まあ、欠かせないカードがこの古青龍と言われている、モンスターたちで、例えば遠征竜バーナーっていうモンスターね、ドラゴン族または炎属性のモンスター1体と、このカードを手札からぶん投げるとデッキから、ブラスターを特殊召喚できるよという効果がありまして、これライトニングの方は、同じような感じで、テンペストを特殊召喚できるよと、数属性かドラゴン族を送ればね。というところで、デッキの中にドラゴン族または数属性のモンスター、または炎属性のモンスターをたくさん入れておくことによって、ブラスターまたはテンペストを簡単に呼び出すことができるというところですね。まあ、手札を2枚使ってレベル7を1体供給するっていう感じなんで、それだけ聞くと弱そうに見えるんですけども、こいつらの強いところは何かっていうと、やっぱりね墓地から蘇ってこれるんですよね。墓地に存在している場合、ドラゴン族または炎属性を合計2体除外するとこいつが蘇ってこれますと。でテンペストであれば風属性を除外すると蘇ってこれますということで、レベル7のモンスター2体分になれるんですよこのモンスターが。これが強くて、まあ今日はねこの動きを活用してちょっと展開デッキを組んできたので、ご紹介を、まあ対戦動画の中でねしていければなと思います。でレベル72体並ぶんでね、基本的には手もトマホークをして、まあ展開していくっていう感じになりますね。でクシャトリアが、まあ、ある程度仕事してくれるんで、まあ、事故っちゃうんですけどね、たまにやっぱ手札結構ぶん投げるからさ、割と普通にウララとか結構重いですし、まあちょっと手札が噛み合わないと事故っちゃうことが、まあ、あるんですけど、まあ、事故内で展開通ると、まあ、世界が終わる展開ができるんですよね。最終盤面、ご紹介しておくと、一応ミラジェイド、超雷竜、バロネス、まあ、ライトニングマスターオアサベージ、ユニコーンみたいな感じです世界終わらせる展開ができるんでね、よかったらご覧ください。デュエルスタンバイ。魔導青龍時代、俺全然遊戯をやってなくて知らないんだけどさ、なあれだよね、なんか今別に使ってもそんなに青龍悪さしなそうだから、全部返してもいいまでもしかしてないですかね。これなんかブラスター2枚返ってきたところで誰も使ってない説あるけど、これとりあえずバース発動するか、あんま意味ねえか。まあこれちょっと一回ちょっとライトニングするしかないね。ライトニングして、ですね、まあ、サロニール墓地、魔導青龍時代の話よく分かってないんだけどさ、これエースモンスターはランク7かなんかのモンスターってこと、ダムドとかってこと。なんか今やね、なんかギャラクシートマホークとかいうモンスターからやばい展開ができるから多分今の令和の時代で多分ブラスターとかテンペストしたら多分こいつだと思うんだけど、エースモンスターは、まあとりあえずギャラクシートマホークとはで、ギャラトマ打ってギャラトマ効果、これ一応ここで無限保養って言われても、ラドンまではいけますね。テンペスト帰ってきてから、なんだっけ、オライオン召喚みたいな動きして、頑張るみたいな。で、ここと、効果モンスター作って、ここで、アナコンダまずする。これなんか、ギャラクシートマホークの展開は別に何やってもいいんで、なんかメインデッキの中にゴミが一番、入んない構築だったら一番いいんですけどね。で、ここからのラドン打つ、はい、オゲイ、はい、これでちょっとオライオンが引いちゃってるんですよ手札に。でこの場合どうするかっていうと、なんとですね、私まだ召喚機を使っていないというね、史上最強のムーブがありまして、これ普通に召喚するっていう、こうしますこうしまして、でこうですね、ちょっと、コストが足んないんで、なんだっけ、ジェットシンクロンを蘇生するための、なんで、ちょっとね、
そこだけめんどくさいかな。今バースでユニコーンを蘇らせらんねえな。ちょ引いちゃってたからな、これ引いちゃうとちょっと弱いカード結構あるんだよね。で、まあ、一応下げる。で、ライトニングマスター行こうかな。ライトニングマスターですね。ライトニングマスターで魔法トラップカードを無効にするカード出して OK で、ジェットシンクロンを蘇生します。テンペストがね、そうこうやってねちゃんとね墓地から蘇ってきてくれるからレベル72体分になれるのが強いよね。それはめっちゃね強い。はい、でジェットとトークンでキューピット出して、はい、で、キューピット効果でレベル下げる。で、テンペストを出す。ライトニングは一応残しとくか。効果。で、テンペスト。で、バロネス。はい。はい。OK。で、バロネス。邪魔だな。これ邪魔だな。これ邪魔じゃねえ、これ。これちょっと待って、ラドン邪魔だな。ちょっと消すか。ラドン邪魔くせえな、これ。ちょっとお前どけ。どけお前。お前どいてもろて。で、じゃないとミラジェ、あ、別にミラジェのエクストラモンスターゾーンに出せばいいのか。あ、ミスったわ。ちょっと消す必要はなかったか。ちょ、ごめん、ラドン、お前ちょっと邪魔だと思って消しちゃった。ごめん、ちょっと。多分、いや、普通にこれアナコンダでミラージェル出すとき、普通にエクストラモンスターで出せばよかった。ちょ、まあいいや。一応、もったいねえことはしたが、まあいい。まあ、そんなに使い道ない気がするから、まあ、一応、一枚破壊できる可能性があったぐらいで、相手のカード。まあ、とりあえずこれでミラージェル出して、ミラージェルエクストラモンスターで出せばよかったね。なるほど、ちょっと勉強になったわ。で、エンドフェイズ。でこれで、まあ、一応これが基本盤面ではあるんですよね。普通にレベルなら2体から作れる。なんかもうちょっと強い点があって教えてほしいわ、逆に。メインデッキになんかゴミがあんま入んない構築で、かつ、あ、無限法要。はい。まあ、あんま関係、まあ、参戦の際とか考えるとあんま使わない方がいいか、これ。参戦があるんで、とりあえずスルーして。で、あと手札5枚をなんとかしてくださいって感じですね。ビーバー、ビーバーか。ビーバーはバロネスかな。これで参戦と言われるとかなり厳しい状態になるけどね。さあ、まあ、ただ結構ね、多分ね、超雷竜意外ときついと思うんだよね、スプライトとかって。結構辛いと思う。スプライトスターターか。なるほど。まあ、出てきたモンスター、ミラージェードで処理ばなんとかなるんじゃないかと思うけどね。で、これブルーがさ、要はサーチ入んないからさ、ジェットだけど。だから、多分スマッシャーさが打てないんだよね。で、こうするでしょ。でこれでもう多分なんか手数出ないでしょ。召喚剣使った、なんかイーヴィルヒーローのうんちゃらかんちゃら特殊召喚みたいなことしないと、はい、エンドフェーズオッケー。で、アルビオン効果。で、まあ、なんでもいいが、フラクインかなんか持ってきとくか。はい。いいえ。まあ、これで殴れば、勝ちですね。あ、無限保有されたライトニングマスターってちゃんと戻るんか。ああ、そっか。別に永続効果で立て上がってんだもんな。でこれで普通にバトルフェーズですね。まあなんかテンペストが2体分になる動きをこうやってなんかうまいことを展開に絡めていくことができればデッキとしては強いと思うけど、エースモンスターがギャラクシートマホークだからな、結局な。あー、なるほど。割とこれなんか高校マジでラバゴ芸人するしかねえんだよな。そこがちょっと問題点ではあるね。なんかそのまあ、高校まくりに弱いです。正直。ちょっと。まあ、結構もうちょっと誘発入れたらなんとかなるかもしれないけど。とりあえず、炎持ってきて。でも、ラバゴ芸人する必要あんまねえけど。まあ、レベルなら何もなそうだな。レベルなら2体にして、まあ、トマホークに誘発打たせて、なんかその、展開力でもう一回バリケードとか作って、強引にラドンしに行くみたいなね、動きは一応できますんで、このデッキね。はい、この手札も一応だからビーステッドと召喚剣で一応まあトマホーク多分行った方がいいと思うんだけど、これこうのはいいか。でこうしてでライズハートで
まあユニコーンでいいかな。はい、で裏側除外していく相手のカードをこれでキーカードが引っこ抜ければ最高。これはこうかな。こうしてこれフェンリル残せねえかな。フェンリル、あー無理か。フェンリル残せねえか。これフェンリル残せなさそうだな。ちょっとお待ちください。ちょあんまこの展開知らねえな。こうして、まあ、とりあえずトークン出すのは確定。こうしてこうしてこうしてアナコンダ、アナコンダ、アナコンダか、アナコンダ、まあアナコンダはアナコンダだ絶対ね。こうしてちょっとフェンリルを残したかったんですけど、フェンリルを残す方法がいまいち分かんなかったな。でラドンでしょ。はいはいはいと、はい、最強最強カードきた。はい、で効果発動してトークン3個出る。うわなんかあるやんこれ。何これ、待って、ニベル、え、なんかあった、やばえ、なんかなかったよね、なんか、え、やばい、ちょっと待って、世界が終わったかもしれない頼む通ってくれ、これしかない、ビースのこれしかない。ちょっと やめてあ、ハウグニス落ちるな、何一つ落ちるな、ケルベックやばいやばい。あ、でもビステッドいるか、一応ビステいればビステ、ビステオールから融合を止めれる。え、何も落ちてない、危ない。やはり確率は下がっているようだな、ディアラミンツ君。スクリーム、なるほど、いいだろう。確率下がってる草。まあ一応多分今のはビーステッドいたから、まあ一応融合されようとしてもなんとかなりましたね。はい、あのビーステッドを特殊召喚することで多分ケアできたかなとは思うんですけども、これは獣どうせコストになっちゃうんで、ルベリオンかな。獣ね、置ければね強かったんですけどね、まあどうせコストになっちゃうんで、ちょっと1枚コスト入るんですよね、このジェットロングムーブ使うと。まあ暴天荒のムーブ使ってなんだっけ、リグン出してくる動き採用するといけるんですけど、手札コストなくても。ただね、リグンの属性があんま噛み合ってないんだよな。ジェットシンキロンって炎属性だからさ、これ噛み合ってるんですよね、あいつと古星竜と。まあ、そこが難しいところではあるね。どうしようかな、これ普通にバラ出し行ってもいいけど、まあ、ライトニングバスターでいっか。どうせ後でバロネスは出せるからこれでいいや。ライトニングマスターを出して、はい、で蘇生します、ジェットシンクロンで獣を送って特殊召喚、はい、で累級、はい、はい、でここでこいつがな4のままとかになるんだったらね、結構簡単なんだけどね、意外とね。下げてでブラスター出して、このねやっぱもう一体分になるのが強い青龍は。まあここでいいか、まあ使わなさそうな、ガチで使わなさそうなこの、2枚を除外して、こうしてで、あ、これ先あれか、先だったの、これ先でビーステッド除外か。そしたらワンドロー入ったな。いやちょっともったいないことしたか。まあんま変わんねえが、この場面作って勝ちだろ超絶雑理論、多分この盤面作ったら勝ちやろ理論。ネメシスコリドーをこれ本当だったらあれだな、先にだからこれ多分マグラモード出しちゃって、で副楽園買ってからブラスターで闇属性もっともサロニーかなんか除外すれば1枚ドローだったかな。ちょっとミスりましたかね私、すいません、ちょっとまだこれでこのデッキ作ってあんま回し慣れてないので、まだ全然僕使いこなせてなくて、自分で作ったデッキ自分で使いこなせないのマジでゴミなんですよ。でマグラムート効果で、これでビーステッド持ってきながら副楽園を置くと、はい、まあこれで十分でしょ。はい、
でさらに B ステップも手札に構えられつつ、まあ、ミラージェイドも立つと。はい。でベルトアナコンダ最後の最後になんかおしゃれに融合をバチコで決めていく。ウィー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 。いやーこれ先だったな。リベリオン先出しで1枚ドローを多分稼げたんで絶対そっちの方がいいです。破壊しない方がいいか。さすがに。さすがに破壊しない方がいい。エンドフェーズ。で、トークが消えるんで大丈夫で。で、マグナムート効果発動して、B セット持ってくるんで、これでドルイドブリム持ってくる。OK。さあ、かかってきなさい。君の、このサーチ封じ結構辛いと思うんだよね。これね、なんだかんだね、いや、これ使ってて思うのは、これ、ね、超雷竜がめちゃくちゃ強い。あと、ピュアリーとかにも結構効くと思うんだよな、超雷竜って。ドロー以外でカード手札に行く。うわ、うざ。きめえな。白雪はきめえな。なるほどな。いや、これ、じゃあね、バロネスで無効にしましょう。白雪で、多分超雷竜がきついんだな、相手のこれ。多分超雷竜対象取ってるとか、多分超雷竜が辛いんだよ、これ。つまり、ショルまであるな。いや、まあ、B セットがいいか。これね、みんなね、マジで超雷竜をなんとかしようとしてくるんですよ。つまり、何が言いたいかって言うと、超雷竜が強いんですよ、多分。環境的にも。先行超雷竜で黙るだろっていうね、みんな。マイフレンド発動できないし、ピュアリーの効果でめくっても加えられないし、みたいなね。めちゃくちゃ強いんで、実は。で白雪の効果、これはさすがに打った方がいいね。で、これでもう一発打ってくれるんだったら、もうなんか、リソースがなくなるから、1、2、3、4、5、6、リソースないかも。白雪のコストなかったよ。でこうするでしょ。で福楽院効果でまあフォクシーチューンの方戻してあげよう。でミラジェイド残っててライトニングバスター残っていて、で超雷竜がいるみたいな感じかな今のところ。でフォクシー OK、 了解。さあフォクシー効果手札1枚捨てながらクライム切って、ディアノート、なるほど、ディアノー OK。 で緊急テレポート、まあ、これはライトニングマスターだな、さすがに。で緊急テレポート、ライトニングマスター無効にする。芝刈り型じゃないんで、ここから芝刈りって言われる可能性ないしね。さあチューナーを供給することはできるかな、ティアラメンツくん。ネオニューティアラメンツくん、この最強盤面にペルエイノ。サーチ入らないねサーチ入らないね、かわいそうにね。あ、何もできないねいや、 やっぱこれ、いやマジでさ、これ超雷竜強えよな。もう超雷竜立てれば相手黙るから、このね最強モンスターマジでね、今だからサンダードラゴン実は結構強い説ある。タンシロジミラジェイド効果、こうですね。で効果発動は、あ、そうか、もう楽園カードねえか、楽園カードなかった。いや、これは殴ったら勝ちのやつですか。あ、まあ一応ペルレーノ破壊しておきますか。ペルレーノ破壊して、はい、でバトルフェーズ会いましょうか。意味ないですねこれね、バトルフェーズ。さあこれがネオニュー清流デッキの盤面よ。ネオニュー清流デッキかっこ清流なし、まあ、それはしょうがないけどな。対戦ありがとうございました。まだまだちょっと回路の余地あるので、ちょっともうちょっとカスタムしてみます。うわ、なんもねえ。まあある程度ね、その風属性とか炎属性で相性のいい、うわ、サーキュラー来たー、終わった、世界終わった。そこそこね、風属性とかで誘発強いやついるんですよ。ドローラのロックバロとか、あとシグレとかがいるし、あと炎属性だと高校ばっかりでなんかラバゴとかいるんで、一応ね青龍のコストとして優秀なモンスターはたくさんいるんで、まあその辺ちょっと入れとけばね、相性は悪くないんですけどね。まあただちょっとさすがに手札を2枚使ってレベル7出してるんで、まあさすがにクシャトリオの方が強いかなっていう気はするけど、やってるとなんかクシャトリオだからな、ほとんどなんかユニコーンから入ってるクシャトリオみたいなとこあるんですよね。はい、でアディオン、ダランベルシアン、ヤバスンギ、なんか超怪獣をサーチしてなかったけど大丈夫？
もう持ってるってこと？アビダブ、あ、ウィキッドね、なるほど。いいですね。さあ、あといきなり、おー、方程式、なるほど。方程式はのサイバースウィキッズ効果発動していく。で、これ、チューナー持ってくるってやつですね。サイバースの。はい。で、あ、ブルル、アットイグニスターか。あ、イグニスターいるか。なるほど。あ、これ、わからん。イグニスターいるか。わからねえな。アライバルで出すってこと？これ。なんかちょっと、普通の残機しか最近組んでなくて。イグニスター、ちょっとわかんないんですよね。展開は。はい。でウィキッドとブアットイグニスターでサイバースイッチ。あ、やばいぞこれ。お、え、この展開はなんか知ってる気がするな。え、ちょっと待ってやばいことしようとしてる。待ってね、これね、いや、これね、いや、そんなわけないか。でも、サイバースイッチ、あっちあっという間にした。いや、動き同じな。あのね、いや、最近、私、手札1枚から、サーキュラー1枚で、相手のライフを一瞬で削り取るという、ゴミみたいなデッキを作り上げたことがありまして、まぁ、ちょっと多分動画にしたんで、見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですが、これ、ダークナイトアットイグニスターだよね。うん、ダークナイトアットイグニスターです。で、リチュアルします。これで素材ピカリですか。あー、あのね、これやばいかもしれん。あー、これもしかしたら今んところやばい、今んところやばいってなんだ、今んところ終わってる展開してる。これね、全部解説できるレベルだよ俺多分。じゃあ多分ね、いやだってこれ俺が作ったんだもん。これペガサスだろ、ペガサス。はい、展開間違えろ。でペガサス効果、イグニスターブルル効果でピカリ特集で、ピカリ効果で気合サーチでね、気合サーチ。タブラスでできたら終わる。タブラスじゃないことに祈るわ。やばいな。あかんねえ、これあかんかもしれんねえ。ファイアウォールですか。ファイアウォールだね。あ、ファイアウォールだね。あ、手に取るようにわかるね。で、これダークライトね。うん。で、これネオテンね。ネオテン出して3体で、で、ネオテン効果で、まあ、でもネオテン効果でなんかワンチャンなんかあれか、違うカード送ってくる可能性はあるか。ネオテン。ネオテンでこれクロックアイバーを送った瞬間にゲーム終了のお知らせが。おいおい、お前先行ワンキルしようとしてるだろ、知ってるぞそのデッキ。おい、タイムアウトしろ、タイムアウト。いや、タイムアウトワンチャンあるかな、これ。タイムアウトデッキワンチャンある、これ。意外と結構ね、展開に時間はそこそこ。うわー、やばい。サイバースクロックはやばすぎる。サイバースクロックドラゴンの効果。リンク、ゾワにしたリンクモンスターのリンクマーカーの数だけデッキからカードを墓地を送る。カードが、デッキが0枚になっていく。サンサーラの効果発動。サンサーラの効果によって、レビオニアを回収。やばい。助けてー、誰かー、助けて誰かー。ちょ、サーキュラー1枚で先行ワンキルはね、やって